はい、こんにちは、僕です。ブレイブリーデフォルト2やっていきましょう。前回に引き続き、流動、ここは流動で合ってるんだよな。うん、流動ですね。流動の奥にね、向かっていきたいと思います。セーブポイントはあったんだけど、まだまだ先は続くのかな。なんだこのモンスター。猫なのか、これは。玉の上に猫が乗ってる。クリティカルの天使。なんでそれ。まあ、この辺のモンスターはね、大体格下だからな。大した強さじゃないですね。まあ、スルーしてしまって良さそうかな。2回目のセーブポイント。誰かいるよ？あれ誰？じゃセーブしてから行きましょうか。誰ですか？ご苦労でしたね、ゴアメル。何この人、かわいい。アデル、来てくれてありがとう。知り合いなの？尻尾が生えてるよ、この人。お久しぶり、マルファ。マルファ。変わりないようで安心したわ。なんかすげえセクシーな服だな。ご挨拶が遅れて申し訳ありません。私はこの流動の守護者を務めるマルファと申します。グローリア王者。なんでグローリアのことを知ってるんだ。私の名をゴードリル様からお聞きしています。あなたのことも。そしてクリスタルのことも。この人も何かアンスターリスク持ってますよね。どうやら多分ゴードリルから直接聞いた方が良さそうですね。それではご案内いたします。さあ奥へ。着いたみたいですね。このお姉さんかわいい。 あれがそうかな。でかいな、やっぱりドラゴン。ゴードリル様、アデルとグローリア王女をお連れしました。ありがとう、守護者マルファよ。久しぶりね、ゴードリル。なんでそんな仲いいんだ。あの時のそなたの尽力を我は忘れぬ。我が角にかけてそなたに感謝を、アデル。何かあったんですね。そしてよくぞ参られた、人の子よ。こちらこそ、お目にかかれて光栄です、ゴードリルよ。それで私に用事ってもしかして、うん、主人公とエルビス空気だね。察しが良くて助かる、アデルよ。そう、ライムダールの審判のことだ。今の最高司祭には我の言葉は届いておらず、何故にあのような愚行をなすかもわからん。建国王との古の約定により我はライムダール内の問題に干渉することができぬ。しかし我を崇める者たちのいさかいを我はこのまま放ってはおけぬ。ライムダールで行われている審判を止めてほしい。これが我の頼みだ。私としては頼みを聞いてあげたいんだけど、どうかしら。我が輩ももちろん構わんぞ。ウィズワルドではアデルに随分と世話になったからな。今度は我が輩が恩を返す番だ。火のクリスタルが関わっているのは間違いありませんし、私も構いません。ああ、俺も依存ない。ありがとう、人の子らよ。その礼として火のクリスタルの奪還我も手伝おう。何を手伝ってくれるんだ。このゴアメルを連れて行くがよ。いや、マルファさんがいいな。そなたらの力になるだろう。マルファさんがいいな。え、ちょっと待て、アデル。今の驚きはどういう意味だ。ぐせぬ。だってゴアメル、まだ飛ぶことすらできないでしょ。ちっこいよな、ゴアメル。かわいいけど、マルファさんの方がいいな。だが、まだ幼体とはいえ、我もドラゴン。役に立ってみせるぞ。何の役に立つんだろう。どうかしら。まあまあ、二人とも。この際、戦力は大いに越したことはないだろう。本来であれば、我が直接出向くところだが、我の寿命はすでに尽きかけている。寿命、おいくつなんですかね。もはや身も朽ち始め、
この流動より出ることもかなわぬ。以前アデルに薬草を取ってきてもらい、かろうじて生きながらえてはいるが、それも限界に近い。ゴードリル様、気にするな守護者よ。これも運命なのだ。はい。マルファさん連れて行きたい。もう遅い時間になってしまいましたし、今日は流動に泊まっていきませんか。ここに。ここは結構快適なんですよ。どこで寝るんだ。うん、そうしましょう。もう決まりね。みんなでお泊まりです。このお姉さん結構グイグイ来ますよね。勝手に決められても困るんだが。姉さんというよりお母さんだよね。いや、ここはお言葉に甘えようじゃないか。みんなも疲れているようだしな。はい。そうそう、遠慮なんてよくないです。私もずっと寂しかったし、せっかく男の子がやってきたのに黙って返しちゃうなんてもったいないし。そういう感じなの、マルファ。またマルファの悪い癖が始まったわ。どういうことだ。こういうことです。どういうことだ。私と行ってお手合わせ。なんだよ、ちょっと、なんでそうなるんだよ。はあ、なんでそうなるんだ。なんでそうなるんだ。だってあなたたちとても強そうなんですもの。せっかくの稽古の機会逃すわけにはいきません。え、これで何かアスタリスクもらえるかな。諦めるのね。彼女こういう人だから。ああ、好戦的だな。準備ができたら言ってくださいね。ああ、じゃあやっていきますか。待って、話は聞ける。マルファは言い出したら聞かない人なの。あと逃げるのも無理。覚悟を決めて戦っちゃった方がいいわよ。いくら守護者でも妙齢の女性に剣を向けるのは我が輩の美学が許さん。が、どうしてもというのであれば、説を、ん？説？節を曲げるのもやぶさかではない。が、はは、強い女性も嫌いじゃないのでな。稽古なら私も望むところです。ミューザの王女の使命を全うするためには、もっと強くならねばなりませんから。まあやっていきますか。マルファさんね。戦う覚悟はできましたか。覚悟はできた。ああ。さあ、油断しちゃダメですよ。私、こう見えて強いんですから。何かな？何のアスタリスク持ってるんだろう。竜騎士とか。竜騎士っぽいな、確かに。さあ、楽しく戦いましょう。かっこいいな、マルファ。色っぽい。痛いな。とりあえずデフォルトですよね。デフォルトして、で一回調べるを入れておこうか。体力を確認しておきたい。56000、56000高えな。どうしようかな。ちょっと非力なレッド入れておこう。非力なレッド、あんま下がってる感ないんだけどな。でこっからは体当たりをしていきますよ。できれば防御力も下げたいんだけどな。次よ。他にはちょっと一旦回復か。回復しておこう。ケアルラでいいかな。いや、アデルがすげえダメージ受けてんだよな。一ターンでどれくらいダメージ入るかな。一人につき8000ぐらい、9000ぐらいか。あなたたち、手を抜いていたら負けちゃいそうです。ここからは本気を出しますよ。覚悟してください。ここからは本気、ここからは本気だって。まあ、単位当たりをすることに変わりはないんだけど。あとまだ3万もあるよ。カウンター、MP がなくなるわ。一旦ね、アデル回復した方がいいな。まあ、MP は幸い使わないからいいか。単位当たりしかしないしね。なんかジャンプしたぞ。ちょ、みんな防御だ、防御。デフォルト。戦う？ちょっと待って、何してんの？予想通りです。いてぇ。ケアルラ。立て直す。やっぱジャンプが強いな。サンダースラスト。一撃か。どうするとしよう。またジャンプしやがった。お仕置きが必要ね。防御して、危ない。なんとかしなければ。こちらを。起こして。嘘、なんで？よくも。どんだけ動くんだ、こいつ。
フェニックスのを使って、これを使え。痛いな、ジャンプ。ジャンプしてから降ってくるまでが早くない？ペペチの MP がないぞ、なくなってしまうぞ。ほら、すぐじゃん、ほら、速攻で降ってくるんだけど。いや、何このジャンプ。痛えな、このジャンプ。痛い。クリティカル出すぎだろ。やられる前にやるしかなくない？あとね、2万6000。まあ、勝てないことはないと思うんだ。痛いな。カウンターで MP がなくなるんだよな。お、2回目。お姉さん、嬉しくなっちゃいます。こんな強い人たちと戦えて。さあ、戦いも大詰めです。決着をつけましょう。顔色一つ変わってないぞ。それでは。よし。あと18000。もうちょいだな。で、回復。アデルが死にそうだわ。デフォルトして、デフォルトして、デフォルトを貯めつつ、ソニックスラストは大した威力じゃないんだよな。で、アデルが溜まったんで、単位あたり。倒しきれるかな、これで。あ、いけそうだな。全部当たれば。カウンターしてくる。オッケー、倒せました。マルファ倒しましたよ。軟弱なブルー覚えた、ペペチが。軟弱なブルー欲しかったんですよね。エルメスサンダル？もらえるんですね、アスタリスク。早速服着てほしいな。あ、やっぱり竜騎士。槍を得意とするジョブ。ジャンプで敵を奇襲する一撃を放つ。ジャンプ、画面外に飛び上がり、自ターン、単体に強力な物理攻撃を行う。その割にね、なんか飛んでから降ってくるまでが早かったよね。竜剣。脱ぎました。とても良い稽古になりました。本当に強いのですね、あなたたち。なんか素朴な服になるよね、みんな服脱ぐと。竜騎士のアスタリスクか。道理で強いわけだ。これもらうっていう話だったっけ、アスタリスク。流動を守るために使えと最高司祭様から授かったものです。でも今はあなたたちに託します。それは願ってもないことだが、いいのか？ええ、そのようなものがなくとも私はここを守ることができます。どんだけ強いんすか、お姉さん。何よりあなたたちが持っていた方が役に立つでしょう。では遠慮なく使わせてもらおう。ありがとう。モンスターリスクどんどん増えてく。ライムダールの人たちにとってゴードリル様は祖先を救った救世主です。その代弁者たる最高司祭の言葉はゴードリル様の言葉と同じ。審判を拒否すれば妖精として処分される。飛び降りて死ねば祈りが足りない不信心者、信仰心を利用して邪魔者を始末するよくある手です。でもゴードリル様のお体のことを考えると守護者の私がここを長く開けるわけには。守護者？この流動を守るよう最高司祭様より任じられた者のことです。ここはライムダール聖教にとって神聖な場所ですから、町の人々が近寄ることはないのですが、時折何も知らない旅人が迷い込んだり魔物が現れたりするので、この地を守っているのです。たった一人でか。それは大変だな。ゴードリル様がここにおわすことや守護者のことは秘密にされていますから仕方ありません。そうか。ですので私からもお願いします。ライムダールを救ってください。ああ、なんとかしてみる。ありがとうございます。さて、すっかり夜も更けてしまいましたね。今日はゆっくり休んでください。右下の名前なんだっけ、ここなんちゃら、あのちっちゃいドラゴンかわいいな。なんで目つぶってるんだ。では審判のこと
お願いいたします。はい。ああ、まずは審判に疑問を抱いている人を探すつもりだ。人のこというのは面倒なのだな。ええ、そうなのよ。だから町ではゴアメルはまたバッグの中ね。せめて優しく詰めてほしい。優しく詰めてほしい。町の中だけなんだからちょっと我慢なさい。それからこれは私からのお願いなのですが、ヘリオ審問官と行動を共にしているグラディスのことです。グラディス。彼女の両親はライムダール正教の司祭だったのですが、審判の騒動に巻き込まれお亡くなりに。どんな感じに、何があったんですかね。グラディスは両親が妖精に殺されたと信じました。そして自ら希望して審問官の補佐となったのです。何があったんですかね。両親の仇を討つのだと。そうだったのか。グラディスは多分利用されている側だと思うんですよね。でも審判の真実を知ればグラディスも目を覚ますかもしれません。どうかな。このゲーム結構ね、思わぬ方向に物語が進むからな。彼女のためにもどうかよろしくお願いします。はい、わかりました。わかった。説得できるかわからないが、できる限りのことはやってみる。ありがとう、皆さん。じゃあ次に皆さんが戻ってきた時に一緒に美味しいお酒を飲みましょう。酒。いいお酒を取ってあるんです。エルビスが喜んじゃうわ。お、そいつは楽しみだ。ほら、ぜひご商売に預からせて。グロリア、グロリアの顔が見えないわ。二人とも気楽なんだから。まったくもう。よし、それじゃあ町に戻ろう。はい、気をつけて。マルファさん同行者になってほしかったな。ゴアメルが同行者になった。久しぶりにゴードリルとゆっくり話したいけど、今はするべきことをしなくちゃね。ここに長居するのはまずいぞ。いい感じに暖かくて二度と外に出たくはなくなってしまいそうだ。ライムダールへ向かいましょう。はい。稽古に付き合ってくれてありがとう。お礼に神竜の秘密を一つ教えてあげますね。神竜は普通の生き物と全く違って、親竜から知識を継承することで一気に成長するんです。で、言い伝えですけど、ゴアメルがちゃんと聖竜になれるのかちょっと心配なんですよね。ふふ。話しかけられる。厄介な頼み事をしてすまぬ。我はずっとライムダールの人間たちが好きだったのだ。どうか彼らの過ちを正してやってほしい。はい。で、パンティーチャットもついてるんだな。ゴハメルの抱き心地。おい、アデル、腹が減ったぞ。何か食い物はないか。ないわよ。袋に入って昼寝でもしていれば。こう、腹が減っては昼寝もできぬわ。干し肉でよければあるけど。おお、気が利くな。褒美に、我を解放する栄養、栄養をやろう。で、おい、慌てるなって。やはり食事は外の空気を吸いながらだな。ドラゴンって案外柔らかくていい抱き心地なんだな。そうなのですか。グロリアもちょっと持ってみろよ。いいよな、ゴアメル。もぐもぐ、よきに計らえ。これがドラゴンの容態。なんという。ふふふ、自慢じゃないが、良い抱き心地であろう。エルビスもいかがですか。ぐふふ、どれどれ、我が輩も。待て。がはは、確かにこれは良い。今晩抱いて寝たいくらいだな。はは、アデル、袋はどこだ。ふふ。ゴアメル、かわいすぎんだろ。そうしましたらね、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにして、続きはね、また次回やっていきたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。